皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは敵から逃げずに学びを得るということについてお伝えしてみたいと思います。敵っていうのもいろいろあるかと思うんですけどね、まあ、ご自身にとって苦手な方とのお付き合いっていうのは一つ敵っていうことになるのかもしれないし、本当の敵ですね、攻撃をしてくるような敵っていうね、なんていうんですかね、批判をしてくるようなねタイプの人とか、そういう人もいらっしゃるかもしれません。で、その逃げずにっていうのは、上手にスルーしてかわしていくっていうのは逃げることにはならないです、はい、かわすっていうやり方と対処方法を覚えるっていうことになりますのでね。でその時に要は何も考えずにその場から離れるっていうのは良くないということなんですね。例えばその嫌いな人っていうのは大概自分が苦手なことをそこに持っていたりするようなケースがあるので、それを学びの要因にして、例えばその苦手に思ってることだから指摘されちゃうっていうことがあったりするんですよ。ですからご自身が得意なことっていうのは、まあ、もちろん得意だからいいんですけれども、苦手なことっていうことが大体に嫌だなっていう人が言ってくることだったりするんですね。なのでその時にはですね、まあ、逃げずにどこが、今自分がねするべき課題なのかっていうことを見つける一つのきっかけにしたりとか、あとはそうですね、まあ成長の度合いにもよるんですけれどもね、まあ、私も大概ね50年以上生きてますので、いろんな方と出会ってきてるんで、若かった頃はうまく処理ができなかった感情とかも、まあ、だいぶね処理はできるようになったんですが、若かった頃はやっぱりもうガチンコで当たりに行って、傷ついて疲れてストレス溜めてっていうのは、まあ、よく会社員時代やってました。だから逃げてはいないんですけど、当たりに行って疲れるみたいなね、人にね伝えた言葉っていうのは言霊なので、きつい言葉を出すと跳ね返りがそのまんま自分に返ってくるんですよね。それ結構ねやっぱりしんどいので、まあ、上手に感情を逃がす方法とかを、嫌いな人とね当たったりとか敵と当たった時に覚えていく、これ学びを得るっていうことになりますね。これがだいぶ得れるようになると、そもそもストレスを抱えなくなるので、かなり人生楽に生きられるようになります。大抵ストレスの要因っていうのは自分の心の中が作ってるものっていうのがほとんどなので、案外ひどいことを言ってる相手の人に限って自分がひどいことを言ってるっていうふうに思ってないケースも多いし、その人が言う一言一言が他の人は大して気にならないんだけど、自分だけが気になっちゃってる時とかってあるんですよ。結局だから自分の心の中での処理が一つのポイントになってくるので、何かね苦手はあってスルーするのは構わないんだけれども、その中で対処方法とか学びを得るっていう感覚を持ってると、一つ一つストレスが減っていくので、随分生きやすくなっていくかなっていうふうに思っていますので、ご参考に。それでは